秘密のニョコちゃん。甘いものが好きで恋バナが好きでおしゃれが好きで泣いたり怒ったり時々エッチという不思議秘密生物ニョコちゃん。普段は僕前野智明が普段から思っているニョコちゃんへの様々な疑問質問をぶつけていますが、今回はゲストの小野さんと江口さんにニョコちゃんへ質問していただきます、はい、今回のニョコちゃんへの質問はこちらです。なんじゃえ、はあ、なんだ、スイーツ男子はあり、はい、それともなし、なるほどね、これ二人で考えた、はい、そうですね、僕がまずめちゃめちゃスイーツみたいですね、バイオを問わず食べるんですよ、ね、へ、うんうん、あ、そうなんだ、まあ、計算したら1日に平均おやつだけで2000キロカロリー、うん、おお、もうそれ昼食超えてるじゃないですか、平均でカツカレーより食ってるわ、すごいなすごいな、で、タカヤも割と好きで、この一緒に、ね、チョコの食べ放題って、そうです、2人でチョコの食べ放題、チョコの食べ放題って何するの、スイーツパラダイスみたいな、そうなんですよ、あの、はい、1ヶ月だけ高級チョコレート店が、あの、食べ放題1ヶ月だけやるよっていうのがあって、それまで来て行ってきて、やっぱその時に周り見たらほとんど女性なんですよね、そりゃそうなんですよね、そりゃそうなんですよね、でそういう風にスイーツすげえ食べる男子ってどうなんだろうな、うん、本当のとこニョコちゃん教えてって、なるほどね、なるほど、もう早速聞こうよこれ、そうですね、ニコ電で繋がりますから、ユーザーのニョコちゃん代表にニコ電繋いで直接聞きましょうか、すごい、うん、聞いちゃいま す、ね、さん皆さんニコ電専用アプリ使用してください、よろしくお願いしま す、 お願いします。でもスイーツ好きなんだ、相当好きなんですね、チョコ食い放題ってあんの、いや僕は知らないんですけど、めったにないんですよやっぱり、そうだね、やっぱ一個一個がもう300円とかね、そう、高級なチョコ、それを食い放題、それを1500円で食い放題で、俺は50個食ったんだよね、一人50個食って、そんな食えんのチョコ、めちゃめちゃ食べました、話してますよ、ゴデバみたいな食うわけ、そういうことです、ゴデバみたいなやつですね、もうこのこのそんな感じ、すごい、そんなことがあったらいいのかい、そうなんですよ、さあということでニコ電つながるでしょうか、どなたとつながるかしら、もしもし、こんばんは。こんばんは。どうもどうも。お名前よろしいですか？公共です。公共さん。公共さん。公共さん。光る鏡と書いて公共さん。鏡？まぶしい。公共さん。公共さん。どうもどうも公共さん。番組お聞きになっておりましたか？はい、聞いてました。ありがとうございます。ありがとうございます。もうズバリ聞いちゃいますよ。うん、スイーツ男子はありですか、なしですか？うん、ありです。あら、よかった。それなんでですか、なんでですか？いや、一緒に食べられたら楽しいなぁ。あ、一緒にね。公共さんも好き？スイーツ。はい。ああ、そうなんや。公共さんどんなスイーツが好きなんですか？ああ、それいいな。生クリーム。生クリーム。生クリーム。もうチューブごと。もう、チャカチャカやってすぐモフモフ。ああ、僕は公共さんとお友達になれるかもしれない。マジか。僕はこの生クリームをこのチューってやるわ、うん、ね、あれでもうそのまま吸えます、ね、いける、マヨネーズみたいな、そうです、チューチューマヨチュッチュのごとく、すごいや、マヨネーズもやらねえよマヨネーズ見てえな、生クリームもやらないでしょ、やんねえよ、まあ、あれ必然ですよね、そうなんだ、公共さんじゃ生クリーム好きということで、はい、そうですか、あ、そうなんですね、じゃあもうこうなったら江口くんと小野くんと、はい、もうあの公共さん3人で、はい、生クリームプールに入っていただく、はい罰ゲームをご用意しようと思います。めっちゃぬめぬめする。じゃないですか。しますします。東京さん、もしその罰ゲームあったら受けますか？はい。ダメだ、OK！ ちょっとシューズさん、ダメだって、まさか。東京さん、どうもありがとうございました。したそのうち連絡が行くかもしれません。どうもありがとうございます。この後も引き続き聞いてください。よろしくお願いします。お願いします。さあ、ということで、公共さんからいただきましたけどね。あ、はい、ありという。ありですって、うん。でもね、今もうみんな書き込み見てますけど、ね、やっぱありみたいですよ。ありなんですよ、ね、うんうんうん。でも半端じゃない量食べるってことですよね。ゆうきと一緒に行くと、ちょっと半端ない量なんで、僕も若干無理やり50個食った感はある。ごめんな、無理やり当てて。無理やり。ゆうきが食べるなら。なんで亀裂走らせてる言うだけですよ。言うだけないそこで金がとか。さあ、そういうわけで、結論どうでしょうか、お二方はどうですか？はい。もう今の答えがまさに、来ました！あ、来ました、来ました、来ました、ニョッコちゃん来ました、あー、もう全く言い慣れてないですし、この番組も風習としてないですから。これどうすればいいんですか、これ。あのね、僕らも知らないから、ね、あ、そうなんだ、あんまり意外だ、ですね、これは。ありがとう。ありがとうございます。ね、こんな回答いただきました。はい、ありであるということでございます。ありがとうございました。はい、ということで、この秘密のニョコちゃんのコーナーでは、どんどん疑問質問ぶつけていきます。ニョコユーザーの皆さん、どんな質問されてもすぐに答えられるように、普段からニョコ力鍛えといてください。そして、男性ユーザーの皆さんは、不思議秘密生物ニョコちゃんへの質問&疑問をメールしてきてください。以上、秘密のニョコちゃんのコーナーでした。